ピエール大イー、ピエール大イー、フランス語、ピエールディーアイ、または、ペトルスデアリアコ、ラテン語、パトルースデアラヤコ、1351年から1420年8月9日は、中世フランスにおいて、非常に影響力のあった進学、コンスタンツ公会議でも重要な役割を果たしたほか、多方面にわたる膨大な著作を残した。大イは、 コンピエーニュの繁盛をしていた肉屋の子として生まれた。1364年頃からパリのコレージュドナバルで学び、1381年に進学博士、1384年には同コレージュの総長となった。1389年には国王シャルル六世付きの礼拝堂牧師となり、同年にパリ大学総長に任命された。彼が教え子の中で特に目をかけていたのは、 ジャン・ジェルソンである。ジェルソンは後年大医の友となり、パリ大学総長の座を引き継ぐことにもなる。当時は、教会大分裂期であった。大医はその中で、アビニョンの対立教皇ベネディクトゥス十三世に受け入れられ、ルピュイ司祭、1395年にやカンブレイ司祭、1397年に任命された。大医はブルゴーニュ派とアルマニャック派の争い。 百年戦争を参照に干渉したため、前者から敵視されることになり、1418年に彼らが従輪を加えつつ、主婦を選挙した際には、そこへの立ち入りを禁じられることになる。第1411年に、ピサの対立教皇ヨハネス23世によって、数奇教に任命され、1413年には、ドイツ教皇特使に任命された。しかし、彼は、 コンスタンツ公会議では、その被護を放棄する形で、教会大分裂収束のために、新教皇マルティヌス五世の擁立に関する、主導的な役割を果たした。この公会議では、彼は、教会のみならず、社会的にも、脅威と判断したヤンフスの有罪宣告にも、尽力した。2> 第2位は、マルティヌス五世によって、教皇特使として、アビニョンに派遣され、1418年、 その地で1420年に没した。当時の歴史における大位の重要性は自明であるとしても、哲学史におけるそれは必ずしも自明ではない。その実証はおそらく決定的にはならない。というのは、彼の膨大な作品はあまり編纂されておらず、それゆえあまり知られていないからである。彼は、旺盛に著述を行い、現在、広大な主題をカバーする著書、論文、 書簡、説教文等少なくとも174点が知られている。哲学、進学上の位置づけとしては、彼は14世紀のパリ大学における、オッカム主義的有名論の代表者の一人である。この分野における彼の作品で、最も興味深いものは、ペトルス・ロンバルドゥス、ピエール・ロンバールの、明大集、サンタンスへの注釈である。 彼はその中で、とりわけ彼の先行者であるオッカムのウィリアム、ジャンドミルクール、リミニのグレゴリオラに依拠しつつ、信仰上の教義を論理的な分析に従属させている。彼は、その分析において、無矛盾の原則にのみ規定される神の絶対的権能と、神が望む世界の秩序に一致する、命じられた権力とを改めて春別している。そこには、 少数の絶対的証明と、常に絶対神の剣能のありうる干渉に従属する条件付き証明とが存在する。第二の哲学作品の中では、差し当たり、魂に関する論とラクテトスでアニマを挙げておく。しかしながら、この作品集の大半は、公会にの問題に関する論や、教会改革論のように教会外分裂や、教会改革に関するものである。 彼はそこで教皇に対する公会議の優越性を支持する立場を示している公会議主義も参照のこと。題はまた科学、主として宇宙史コスモグロフィの普及に関する著書も残している。それらの中でも地理的、百科事典的な名高い著書、今後ムンリ、世界像今後ムンリはクリストファー・コロンブスが所有し丹念に銃をつけていたことで知られている。 そして、コロンブスのアメリカ大陸到達に際して同所が果たした役割は、大儀の名を高から占めるものとなっている。他方で、死であったニコル・オレームや教え子であったジェルソンとは異なり、大尉は諸事件の推移に果たす精神の影響に見せられていた。彼は、先生術と歴史、あるいは先生術と進学との一致を示すために、天体の大会合の理論に依拠した。 彼の先生術に関する著作のいくつかの証句を解釈した結果として、大尉がマルティン・ルターの宗教改革やフランス革命を予言していたとする者も,もいる。彼の予言はピエール・チュレル・リシャール・ルーサラに影響を及ぼした。彼はまた、ユリウス歴の改革にも関心を示していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。